ューの首に言われるままに水の砦に行ったモカと僕たちだったが、謎の鎧武者にその竜の首をかっさらわれてしまったんだ。ギンガーとかいう変なキザ野郎は出てくるし、せっかくの金づるの竜の首は持ってかれるし、何のために火の神殿や水の砦で苦労したのかわかんないじゃないか。おかげで湖の魚は全滅だ。風の塔や。あ？風の塔に行くんや。どうも匂うね。モーローのおっちゃんはただもんやないで。そいつを欲しがる風の塔もただもんとちゃう。まだあんまりそういうことには首を突っ込まない方がいいよ。僕たちはお金さえも。そうやそれや。残りの金まだもろて。竜の首はないんだぞ。うちに任せてきって。よっしゃできた。本当にそれ持ってくつもり？あってりきしりき。さてと行くで。毎度お気にある。天津丼に中華丼に麻婆ラーメン餃子シューマイ酢豚八宝菜ウーロン茶と締めて18,350通貨あるな。はあ、バーや、想像し。モカさん、モカさん、新刊さん、お久しぶり。どないしたん？あれから私たち山を降りてここで暮らしてるんですが。そうか、僕たちのせいで住むとこがなくなったんだね。気にしないで、私もバーやもあなたたちのことを恨んだりはしてません。まだ何か企んどるな。怪しいぞ。その手に持ってるものは何じゃ。ばあや、そんなに疑ったりしたら悪いわよ。ねえ、うちに寄ってってくださらない？せっかくやけど今度にするわ。ちょい急いでんねん。どこかへ行くんですの？うん、あそこに行くんだよ。余計なこと言わんで。
風の音。あら言うな。ああ。新幹線、また来るね。今度は何を始める気か。フォロン、フォロンはおらぬか。ここにございます、ガゼル様。ギンガーが失敗したというのは誠か。はい、間違いありません。ふん、口ほどにもないやつだ。申し上げます、ガゼル様。フォロン殿の雇った戦士が竜の首を持ってきております。おお、すぐにここへ連れてまいれ。はっ。どういうことだ。俺をコケにした奴は許さねえ。これが竜の首か。せやから早う残りの金くれ。何を抜かず、こんなもんで騙せると思ってるのか、このたわけ者。ほら見ろ、あんなんが通用するわけないよ。そうか、自信あったやけどな。お前だけだよ、そう思ってんのは。ままごと遊びはもう終わりだ。引っ取らんよ。あ、どうすんだよ、モカ。おもろいやん、やってるわ。あれ、剣がない。またかよ、お前の剣は一人であちこちうろちょろすんのか。おかしいじゃないか。なこと、うちに言われたかでしょうもないやん。なあ、さあ、来てもらおうか、坊や。坊や？おお！レディーに向こて坊やとは失礼やで。こらー、かかれー。捕まえたらさっさと連行しろ。うち捕まえたかったらもうちょっと鍛えなあかんな。ほんとそういうの。とりあえず本物でなくてよかったか。モガ、ちょっと待てよ。なんや。うん、お前さっきここが匂うと言ったろ。うん。調べもしないで逃げるのか。そうか、そやったらどないする。僕にいい考えがある。くじくじくじね、くじくじ。お前どかいか。逃げたぞ、ウェイ。捕まえました。いやー、こうさこうさ、うちの負け。えらく簡単に捕まったな。フリをするのも楽じゃねえ。こいつは驚いたな。俺も驚いたよ。どうぞ。久しぶりだな、アカデミーの優等生さん。なぜお前がここにいる。それを聞きたいのはこっちだ。人間を操って私の計画を邪魔するのはやめていただきたい。計画だと。ああ、暇やな。大
退屈やな。なんかおもろいことあれんのかいな。うるさい、静かにしろ。うん、キリマン、あたかいな、はよせんかい。なんだ、貴様は。うん、おおのれ、ああ、おっさん。よう、また会ったな、おちみさんたち。こないだの礼をたっぷりさせてもらうぜ。金でもくれんのかいな。だといいけどね。そうやっておちゃらけられてこの間は失敗したが、今日はその手には乗らないぜ。バカなことはよせ。この地上の荒廃ぶりはお前も十分分かっているはずだ。それを失礼するとはなぜ悪い。違う。何が違う。破壊からは何も生まれない。もう少し様子を見ようではないか。いつまで待ったって同じことだ。そんなことはない。我々の望みを託せる人間もいるのだ。甘い甘い。お前のそういう甘さが命取りになるのだ。うわ、これは絶対だ。ロゴス、そこでこの地上が滅ぶのをゆっくり見物していろ。待て、ロゴス。ロゴス。モカ、ん、なんや、この下見て。ん、お前の言う通りただの風の塔じゃないぞ。けどこれ一体何やねん。さあね、こんな大きな機械何に使うのか。動いてはいないみたいだけど。おい、ん、ん、しまった、見つかっちゃった。こんなところでお前たちに会うとは思わなかったよ。私だよ、モカ。水の砦では世話になったな。冗談ちゃうで、ほんまに。だからくれる言うといてからに。すまなかった。ああでも言わないと胴体を手に入れることができないと思ってな。とにかく私の船へようこそ。船で、これが。私は3000年前にある目的を果たすためにこの船に乗ってやってきた。だがそれは果たされず、体をあちこちに封印されてしまった。その間に他の誰かが住み着いてしまったようだな。ある目的って何や。それはこの星を滅ぼすためだ。何、竜の首の男よ。目的を達成すべき時が来た。さあ始めようではないか。もうその気はない。私の船を返してもらおう。ん、たわけたことを。できんのだ。
風の塔よ、今こそお前が真の力を見せる時だ。破壊の竜よ、目覚めよ。今こそ我が目的を達成する時が来た。動き出した。お前たち手を貸してくれぬか。一体どっちの味方やねん。もはやガゼル様のご乱心見るに耐えかねる。理由だったという言い伝えがあった。風の塔にはモカさんたちが。グレートソウル、ロゴスのしていることは歴史の操作です。彼を止めねばなりません。力をお貸しください。いいでしょう、エスプリ、行きなさい。ただしどういう結果が出たとしてもそれに従うのですよ。片付けない、グレートソウル。やい、ガゼル。ん、お茶を返さけ。あ、しつこいやつめ。今や。ガゼル様、これまでです。そろそろ目を覚ましてもらわねば困ります。貴様、魔導士の分際で主人に命令するか。あっ、お茶。どうした、怒ったか。オリア、バカめ、アカデミーにかなう女優などおらずのだ。あっ、うわぁ。遅かったで、クルドカ。ロゴス、地上のことに干渉するのはやめろ。そういうお前は何だ。人間にくっついていろいろとおせっかいを焼いてるだけではないか。そうではない。彼らは
自分で自分の運命を切り開いて戦ってる。私はそれを見守ってるだけだ。今のうちに竜の首を取り戻すんじゃ。分かった。見守っているだけだと。バカな、よくぞここまで操れるもんだと感心するぜ。お前はまだ分からんのか。これは彼女の意志なのだ。私は何もしていない。そして彼女は私の信頼できる友なのだ。友を下等な人間だぞ。おや、どうした。気がついた。諦めろ、ロゴス。ち、しょうがない。今回は駒の数でお前の方が上だ。ねえモカ、もうだいぶ遠くまで行っちゃったろうね。そやな。ガゼルのやつ何にも覚えてないんだもんな。大損だよ。行きましょ。モーカー、置いてくぞー。